最近さ、こういろんな、まあ、あれ、インターネットが、ネットが発達したりとか、まあ、コンピューターの,の、その、処理速度が上がったせいなのかななんか、もう、気がついたらものすごい勢いで進化してるものってあるじゃんか。カニカマすごくないカニカマのレベルアップ度合いって、カニカマ多分わかんないけど、歴史的に、その、発明はされたけど、軍の秘密になってた時代はわかんない。 これはもう最終的にもうその日本の未来を左右するからちょっと一旦ってなってて。で、まあその解禁になると同時に多分俺たちの小学校の頃に斉藤清六がオホーツクの CM を始めたと思うんですよ。カニ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 オホーツクっていう CM を始めたと思うんですよな。なんかすごいよね、解禁ってそういう意味じゃ。一気にそのレベルまで来るから。そう、元々インターネットだって軍事的なものだからみたいなやつを、あの、池上さんが言ってたもん。 池上さんがもともとその、冷戦崩壊の後に、その、出てきたんですよ、みたいなこと言ってましたから。それで、その、カニカマ、カニカマ、カニカマが、まあ、その、日清月歩ぶり、あ、出た。カニカマだけに日清月歩どうなんですかこれ、どうですかどうですか黙りますよいいですか黙りますけど、これを褒めない限りは、ね。そう、すませんでした。本当に、すみません。カニカマ。 まあ、すげえなと。昔はさ、あくまでカニカマじゃん。あくまでカニカマなんだけど、何の感じかね。前田厚子よりも金太郎の方を見るよね。っていう感じかね。<laughs> また違うか。そうだとすると金太郎の方が可愛くなんだけどダメになってくるから。なんつったらいいのかな。ハズレのカニよりはもううまいよね。いや、下手したらだよ。ね、その、 平均のカニですらブレがちょっとあるじゃんか。そのブレの中で言えば、超安いカニの、うん、まあ本当にめ,めちゃめちゃさ、安いか、大丈夫かっていうぐらい安いカニあるじゃんか。たまにあのさ、えっ、ー、と、回転寿司のさ、回ってくるカニのお吸い物の中にさ、 皿100円の皿なのにカニ入っちゃってるぞ。<laughs> <laughs> お前何なのってちょっと思う、思うじゃん。ね。その安いカニの、うんとう、やつよりは、あの、急に駅の前で売っててそう。すげえ量でめちゃめちゃ、そのズワイガニと松葉ガニっていうの、ああいうのの感じで、5杯で2000円みたいな、でっかいのあったりし。でいて、買うと見た目より、 おお、軽いっていう。<laughs> すっごい軽いっていう。まあ、もう、もうすでにそのレベルは超えてるじゃん。いや、普通のお店で売ってるカニの、えっ、ー、と、波の、カニの、触れ幅の中で、もう減ったしたら上位にいいんじゃねえのこのカニみたいな。で、でカニカマの中にもう今グレード競争みたいなのすげえあって、もう、 あ、カニカマ、そう、僕らカニカマですから、みたいな感じで。全然何の努力もしないカニカマあるじゃん。安いやつあるじゃん。あれはあれですけど、あれはもうカニカマ同士で戦ってる分にあいつのでいいんですけど、もうカニを求めちゃってるやつ、いるじゃん。なんか、それの中で最近俺がハマってるやつが、えっ、ー、と、日水の、海からサラダフレークっていう。 キョトンとして、もう今、前で座ってる渡辺君キョトンとしてますけど、俺シャメ撮ってるから。そんなに好きなのかよ。もう、ま、あその、海からサラダフレークが、もうほら、そのカニカマの中でも、ほぐれ方とかもカニっぽくしてる。要するに、一番最第一期のカニカマは全然ちょっとカニの味のかまぼこなんです。で、その、第二段ぐらいから一応同じ細さの、 一ミリいかないぐらいの繊維にはばらけるようになったけど、いわゆる工業製品っていう感じの全部同じ繊維になったで、その後、ちょっとカニカマみたいなほぐれ方しようと思って、タラバスティック的な太いやつあんじゃん。あれのさらに上を行く、なんつうのかな、えっ、ー、と、裂けるチーズみたいに裂くんじゃなくて、噛むとずれる感じで、その繊維にバラバラに分かれるタイプのカニのやつなの。 で、こうなってくると、こいつはね、多分、CG で言うところの、アンドロイドで言うところの不気味の谷に入り始める。要するに、あのー、もうカニカマにしてはうまいっていうことから、カニとの戦いに多分こいつはもう入ってきてるから、値段、ね、いくらかか、いつもあるとパッって買っちゃうから全然わかんねえんだけど、 その、なんぞ、悲しみ。レプリカントの悲しみなんですよ。これ、ブレードランナーっていうこのカニカマを題材にした映画があるんですけど、その、もう本当に人間よりもどんどん成功になっていったアンドロイドっていうものが、人間よりも人間らしくなってた時に持つ悲しみと、えっと、人って何なんだっていうことみたいな。多分もうそろそろ、 この日水の海からサラダのレベルになってくると、何パックかに一回まずいがないとやばいあと軽いとか、買ったら、ああ、ちょっとこれ外れちゃったなっていうやつがないと、もはや評価が上がんねんじゃねえか。か悲しみはね、パックに書いてある、えー、っと、ズワイガニ3%っていう、ここにこ多分人類の何かすごいずっと一歩が、あズワイガニ3%入っちゃうってなると、 これは悲しみが、ね、もうこれはね、この、日水の海からサラダフレークの持ってる、もうこれはね、日水のサラダフレークのそばにオホーツク来て、オホーツク、長老のオホーツクが来てどうしたのって言ってももう分かり合えないもん。だってこっちはもう、入っちゃってっから。こっちはズワイの、もう、が散歩入っちゃってっから。ね。これはね、あの、人類、ね。人類がこれから、ね。 僕が、ね、もしクローンができて、僕の、こう、体の中に、腎臓的な機械や、ね、そのクローンの臓器の一部や入った時に、俺は何だっていう、<laughs> ねえねえね,えねそれなんです。その世界に入ってくるんです。で、さらにこれすごいのは、あの、日水のこの海からサラダフレークのすごいところですね。 今までそのカニカマのぶつかってきた、ね、避難されてきたところとかは、カニに近づけるために赤くしてるじゃないかと。ね。だから赤くしてるのにはなんか大丈夫なのみたいな。自然のもんじゃないんじゃないのって言われたら、これがびっくりすることに、トマトリコピンで色付けちゃってんですよ。むしろいいっていう。<laughs> 大丈夫ですじゃないと。今まで大丈夫ですまで来たやつを、むしろ俺は日水と何があるんだと。ね <laughs> 結果自分で買ってるのにもかかわらず、何も、多分褒めろって言われたら褒めないにもかかわらず。<laughs> だら多分リドリー・スコットっていうブレードランナーの監督が次に多分取ると思うんですよ。この、えー、その、カニカマ、カニカマ問題っていうね。多分なんかその美味しくないカニ対 この、美味しい、えー、カニカマの、なんつーのかな。言っても、き、ある日聞いちゃうんだよね。チこら俺より美味しいよ、なんて言われてるの、ある日。でも、所詮あいつ工場でできてるからな。みたいな、陰口とかを聞いちゃうみたいな、そう、なんだろうね。な、なんだろう。ただ伝えたいことだけど、俺の分を残してくれっていう。<laughs> ね、もう美味しいものを伝えたい。理想に伝えたいけど、俺の分は残してもらいたい。